さあどうも、わたぬきです。現在ね、横浜線および東急東横線の菊名駅に来てます。でここから何をするかっていうと、これからね、急いで京急の生麦駅までね、行きたいんですね。でちょっとね、乗り換え案内アプリで見てみると、これから8時23分発の菊名から横浜線に乗って、で東神奈川で京急東神奈川、まあ、前の中木戸駅ですね、それの京急に乗り換えて生麦に8時46分着と。ただね、これだと微妙に間に合わないんですよね。もうあと数分でも早く着きたいんですけど、なんかいい方法はないでしょうか。そうするとね、地図で見てみると、この菊名の隣のね、横浜線の大口駅から、まあ、新小安駅か小安駅、これは近そうですよね。これのどっちかにね、歩いて行って乗り換えたら、もしかしてね、1本早い京急に乗れるんじゃないでしょうか。で詳しくね、調べてみると、どうやらね、小安の方が近いみたいですね。なので小安まで歩いていくことにしましょう。ただね、これ普通に歩いて行っても実はね、1本早い電車に乗れないんですね。ただね、京急はね、小安駅とあと隣の神奈川新町で優等列車はね、待ち合わせをする列車があると。なのでちょうどこれから乗るタイミングの列車が、まあ、8時23分に菊名に乗って、東神奈川に8時29分に着くんですけど、それと全く同じ時間、8時29分に京急東神奈川を出て、隣の神奈川新町で快特の通過待ちをしつつ、さらにその次の小安でも特急の通過待ちをするっていうね、2本連続通過待ちをする列車があって、これね、京急東神奈川を出てから2つ隣のね、小安を出るまで9分ぐらいあるんですね。この列車にね、急いで大口から歩いて乗り換えることができれば、乗り換え案内よりね、早い時間にね、生麦駅に着くことができますね。まあ、これ今回は0分乗り換えなんで、マイナス乗り換えにはならないんですけど、ただ東神奈川へ乗り換えようとしたら確実に間に合わない乗り換えなので、まあ今回ね、これでやるとしましょう。では早速駅の方に移動していきます。ご乗車ありがとうございました。菊名に到着です。ちょっとね、駅構内ちょっと混んでましたけど、ここでね、本格的にスタートですね。今8時26分に出て、38分にね、小安を発車するんで、まあ猶予が12分ですか。あ、信号、この微妙に狭い交差点に信号があるんですね。で、ここ駅を見てみますか。あ、なんかヤシの木がね、生えてるのが特徴的ですね。自分の調べたルートだと、ここでもうまっすぐ行けばね、小安駅のはずです。で大口通りですね。よし、 OK。 あ、でここ大口通り商店街っていう、多分結構有名な商店街ですよね。結構長く続いてるはずです。ここひたすら進みますね。まあ、まだ朝だからですけど、実際やってる人はどのくらいあるんだろうなと。まだあと8分だから。でも商店街長いな、これ半分。まあ、横浜線でたまに乗りますけど、確か横浜線で東神奈川から大内の間で結構高いところを通って、下の景色が見下ろせるところがあると思いますけど、あ、多分それがあそこですね。国道1号かな。あ、すごい。あ、ちょうど青になる。よしよし。ちょうどそこが横浜線ですね。お、横浜線見えますね。
あ、でここでそっか JR の線路を下くぐるんですね。お、横須賀線も見える。まだ33分、まだ全然行く。お、ちょうど乗る予定のが入ってきたところに着きましたね。お、でちょっとね通過を待つんで、ちょっとねホームでもうちょっと過ごします。今8時34分なんで、結局マイナス4分乗り換えぐらいまで行けるのかな。じゃあこれでね、普通列車発車するところに乗ってってね、何駅まで向かいましょう。さあではね、生麦で下車しました。ここもね、なかなか面白い場所なんですよね。ここにちょっと下にね下がっていく、地下に入っていく線路が見えますけど、これが羽沢横浜国大から武蔵小杉に、ね、出てくるあの貨物線ですね。その相鉄線直通の列車もここを通るはずです。ちょうどね相鉄直通がね出てくるの見えましたね。であとこの生麦駅って上りが3番線で下りが2番線で、さらにね向こう側に謎のホーム1番線っていうのがあるんですね。これもなかなか面白いんでちょっと見に行ってみます。こう2番線があって、そことちょっとずれたところにね1番線がありますね。まあ、ホームがずれて配置されることは割とありがちですけど、ただねこの1番線はもう今通過列車専用で、止まる列車はねなかったと思います。まあ、この中で2番線で通過待ちをして、通過列車は1番線を通っていくと。でこの1番線ホームに関しては横浜上岡方面は全て2番線からということで閉鎖されてますね。さあじゃあ生麦駅の駅の外に出てみました。でここね後ろを振り返るとすぐね JR 線が走ってるんで、この歩道橋の上でね列車を見ながら動画を終わりにしましょう。さあということで今回はね大口から小安の間をね歩いてショートカットの乗り換えを実践してみましたけど、まあ、これも使い勝手はほぼないとは思いますけどね。まあ何らかのね電車が止まったりした時に京急線から横浜線の方まで乗り換えたいけど東神奈川までたどり着けないって場合も、まあ、もしかしたらねあるかもしれないんで、そういった時にはねこの乗り換えを使ってみてください。ではこんな感じでこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。